エグザイルの高三38が19日までにインスタグラムを更新。サングラス姿の自撮りに加えて家族である愛犬の写真を公開した。この日、高博は暑いですね本日はとある楽しすぎるロケ。最高でした。投稿1000回目ということですが意識しすぎて全然投稿できなそうなので笑いいつも通りな感じで。 これからも楽しくアップしていきます、とコメントし、サングラス姿の自撮りをアップ。さらに、投稿1000回くるくる1000回こっち見てないでは予選会、というハッシュタグを添えて、カメラ目線で用を足している愛犬の写真を投稿。高弘の自撮りや愛犬の写真に、ファンからは、めっちゃバクイケ、結局普通にしていてもかっこいいということが痛いほどわかりました。 ケイヒロシさんもワンちゃんも最高にめちゃくちゃ可愛いです。世界で一番かっこいい自殺りありがとうございます。枠池すぎてびっくりしました。ケイヒロシに飼われる犬幸せすぎやろ、と様々な反響が寄せられている。四角画像、世界で一番かっこいい、高広、枠池自殺りと家族のレアショット公開今回の愛犬の写真は、高 hiro と竹恵美、 29が夫婦揃って愛犬の散歩を楽しんでいた時に撮影したのだろうか。疑問符